こんにちは、ハワイトーコナです。今日はケアオホーに来てるんですが、こちらです。人気のカナロア、こちらのミリオン以下レアですね、こちらの物件をご紹介します。ワンベッドなんですがかなり広そうです。ではでは、今回の物件はですね、あそこがゲート入り口で、この正面の建物が、管理事務所があるところ、あの先がプールで、こちらの建物になります。403です。いや暑いです、夏ですね。ちょっと見ていきましょう。はい、こちらユニット入ってきますと、このように階段で2階に上ってくる形になってございます。すいません、今ちょっともごもごしたのは、今ちょっとマンゴーケーキをいただいてしまったので。床がね、美しくフローリングに張り替えられてます。で、今回のユニットは、ワンベッドワンバスなんですが、およそ103平米ございます。かなりゆったりとしていますね、このちょっとしたオフィススペースというか。それから、家具類もすべて販売に含まれます。家具付きでの販売になります。いいですね、プールビューとテニスコートビューと、遠くにチラミオーシャンビュー、ちょっと後でラナに出てみます。そしてこのユニットは短期バケレンで、現在も稼働中、バケレン化です。一部ね、ステージングの小物を除いて、家具類、大きなものはすべて販売に含まれます。こちらがベッドルームです。そこ天井の部分ちょっと間接照明的になっているのがおしゃれですね。床はカーペットになっています。ちょっとラナイに出てみましょうか。はい、こちらがラナイ出たところでございます。いいですね、ちょっとしたアウトドアチェアがあって、この空間だけでもね、4畳半ぐらいありそうな感じですね。カナロアはとってもバケレンでも人気なんですよね。ご宿泊になった方いらっしゃると思うんですが、なかなか素敵ですよ。ご覧のビューでございます。このユニットは、2面にラナイがついています。こちらが1つ目のラナイです。はい、というわけで、今ベッドルームに戻ってきたところです。ちょっと収納見てみましょうか。なかなか奥行きもありますね。収納インザ収納。こちら側はどうでしょうか。よっ、あ、ここもたっぷりとした収納力がありますね。棚が作り付けになっています。このね、上の天井の部分が開いてるんですよね。開いてて、あの、換気ができていいかなと思いますね。そして電気になっているという。はい、こちらが、フローリング新しく直っていますね。そしてさっきのちょっとした、オフィスエリアというか、まあ、サイドデスクというか、建物自体はね、1980年築でございます。なのでユニットによっては非常にオリジナルなんですが、これなんかそうですね、あの、ここの下の部分、これはオリジナルですね。ここもちょっと間接照明的になっています。かなりゆったりとした広さです。ダブルシンクで、ちょっとね、この辺りはオリジナルかなという感じがしますが、とても綺麗に、手入れされて使われているようです。奥がトイレで、そしてこちらが、そうですね、バスタブもついてございます。ちょっとね、レトロな感じではございますが、ゆくゆくね、直したければ、ゆっくりとリノベしていくのも楽しいかなと思います。はい、こちらがバスルームです。月額の管理費はおよそ1210ドルです。ペットは不可です。さあ、じゃあこちらが、リビングに続いてるんですが、この手前にも収納がございますね。ちょっと見てみます。あ、違いました。
洗濯機と乾燥機、そしてこちらにかなりね、ここも収納力ありますね。床はタイルになっています。このような感じで。そしてこちらがキッチンですね。ちょっとキッチンゆっくり見ていきましょうか。床がタイル張りになっています。これ不思議な感じなんですけど、ここオリジナルですね、この木の部分ですけど、何がリノベされてるかな、大きな冷蔵庫と給水器はついてございません。カウンタートップ新しいですね。それから家電製品も新しいですね。フルオーブンと、あれ電子レンジはどこじゃない、 あそこですね、電子レンジ。それからちょっとした、まあ、ブレックファストヌックというか、ここでね、お茶したり、朝ごはんぐらいちょっとかじったりできそうですね。この変則的な空間もちょっといいじゃないですか。黒でまとまっていてちょっと高級感があって落ち着いた感じがしますね。このね、こういう引き出しは違うと思います。オリジナルなんで、はい、はい、失礼はい、キッチンカウンター越しに見たリビングエリアでございます。このような感じ。このままちょっとリビングの方見ていきましょうか。この向かいが今の洗濯機乾燥機で、こちらがリビングでございます。スポットライトとちょっとねダイニングテーブルと、これ上の方のフロアですとロフトがついてたりするんですけれども、これはこれでねかなりこうゆったりしてていい感じですよね。この家具が全部ついてくるのも非常に良いかなと思います。とっても涼しいです。こちらにエアコンもキンキンに、ダイキンのエアコンですね。最後にちょっと、最後にというかちょっとラナイに出てみますね。右手が今リビングから、今ラナイに出てきたところでございます。カナロアはねこのようにね、ケアホーカントリークラブに隣接してございます。ゴルフコースビューになっています。こちらのラナイの方が広いですね、先ほどのよりも。ちょっと変則的な形で何とも言えないんですが、もう本当に6畳7畳ありそうです。このテーブル素敵ですね。鳥さんがチュンチュン言っています。それからねウェットバーがついてるんですよね。このようにちょっとしたね流しとかウェットバー、ミニ冷蔵庫もございます。で今のウェットバーの反対側はこのように収納と温水ヒーターですね、このようになってございます。床はこれオリジナルのタイルですね。はい、こちらはカナロアのワンベッドワンバスなんですが、ゆったりしてます。100と3平米およそ、ございます。バケレン可能です。ほぼ家具付きになります。詳しくは、お問い合わせください。月額の管理費はおよそ1210ドル、ペットは不可です。こちらの物件はですねミリオン以下です。ミリオン以下じゃないですね、1億円以下です。66万と、5000ドル、日本円でおよそ9600万円での販売でございます。ちょっとね、山側フアラライ側あんな感じなんですよね。ですが海側はカンカンなんですよ。ちょっと最後にあとでもう一回海側に出てみますね。さっき上からだったんでちょっとこの1階部分の玄関をちょっと撮影してなかったので、ここはここでねちょっとキュートな感じかなと思います。床はタイルになってます。そして網戸ドアになっています。はい、そしてこちらが玄関を出たところでございます。ね、せっかくなのでこのね晴れてる側を最後に少しと思いまして、日向はね非常にもうカンカン照りといった感じで、ちょっとね円安がやはり進んでいて、私もね時々円換算するときにちょっともうギョッとするような数字にね、円ですとなってしまうんですが、なかなかねこの億という1億という数字をこう下回る
まあ、良い物件というのがね、なかなかコーナーでもちょっと探しづらくなってきてしまったんですが、ドルでいうところの、66万5000ドルですね。カナロは非常に人気でございますので、価格が良心的、プラスですね、短期バケレンのライセンスもすでにあるということで、非常に魅力満載の物件でございました。こちらがね、カナロアの管理事務所でございます。今回ご紹介した物件は、あちらの建物になります。というわけで皆様最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。毎日ハワイ島コナからの動画をお届けしています。それでは皆様また良い一日を。次の動画でお会いしましょう。ではでは。